いいですいいいいですねいいですね、うん、これいいこれいいじゃんこれいいじゃん、ね、こんないいことあるこれいいじゃんいいよなんこれなんで誰もやんなかったこれこんなあったら頼むよね頼む注文しちゃうよ頼む頼む、うん、我々は挑戦をしなければなりませんはい停滞は対価ですから常に前に進み続けなければいけないというわけでございます本日は直送タワーすごい久しぶりソーダスパークですねもはや懐かしい、こちらのウイスキーですねこちら琥珀を直送出していきたいと思いますはいというわけで今日も行ってみようすごいね初めて見ましたそれオーロンティーって書いてありますオーロンティーですね、うん結構使うんですよあサントリーのボトルじゃんそうなんサントリーですやばっサントリー水と勢いでしたっけはいサントリーのウィスキーオーロンティーはい使いますはい600入りなんですねそれねボトルがねそうですね全部いっちゃいますかいっちゃいましょうすんごいもう色的には山崎25年ですよね確かにそんな色っすねよっしゃさあはいこれですよはいなんか、はあ、そういえばあんまりもう見かけなくなったねなんかこれでソーダ作って注いでる動画とかね確かに確かに昔よく他のチャンネルとかでもいっぱいあったのに ねソーダ何でしたっけあれなんだっけなんかいっぱいあったよねいっぱいありましたよね、うん、一世を風靡しましたよねうんいきまーすやっぱ熟成熱が多いんで泡立ちますねうんそうですねすごい泡立ち泡立ちこれ振るんでしたっけちょっとちょっと一回こうひっくり返すんですそうですよね、うん、これちょっとねこう鳴らすわけですねそうですねビールみたいいや麦ですからねまあ麦まあ麦ですからね麦ですから、ね、ウイスキーですもんね麦ですからね麦発酵した茶葉ってわけでもなく麦発酵した茶葉発酵して揉んだ茶葉みたいなではなく茶葉は使わないですよウイスキーはそっかそっかはいあジンかなんかと勘違いしちゃったのかなあそうですねそれはよくないお上がってまいりましたあいいですねはいあいいもういけますねもういけますね、うん、この感じシュワシュワってするのが一回落ち着くんですねそうですねそしたら OK ですやりたがりますけどやりたくなるよやりたくなるよやってみ本当にやりたくなるからほらちょっといいちょっといいちょっといいだちょっといいなんか弾丸なんかロマンを感じそうでしょうおおでも吹かないね吹かなかったですねうんすごい泡ですよねえ消えない泡ですね、ちょっとね、これ泡が出てきちゃいますね、先にちょっとこうちょっと泡だけ、ちょっと手にどうぞすっごいから、これすっごいからすっごくないこれすっごい、なにこれぐおお赤いねいいですねビールだね完全に、ね、ビールですねうんいい泡ですよいやほんといい泡、うん、めっちゃいい泡はいドイツだねドイツのドイツのドイツビールみたいな色をしてるし泡の立ち方もしてる、うん、泡消えないねこれねすごいっすね粘りが強いねはいほんとね、うん、はい香りって言いますか香りをくそくそ草干した草草うん干した草納屋に入れときましたみたいな、うん、いやでも嫌いじゃないですね
あ、本当？うん、俺なんか直送だ史上最大にまずい気がするこれ香りはね嫌いじゃない。あ、そうですか、うん、味ですよ。味いきます。いただきます。いただきます。あれ、いい、さっぱりしてる。うん、めっちゃさっぱりしてる。いい、いいですね。いい、いいよあれどうした、いいよあれ、これ焼酎入れてウーロンハイとかにしたら完璧じゃない？焼酎ウーロンサワー。そう、焼酎ウーロンサワーウーロンサワーだよ、ウーロンサワー。ちょっとやってみましょう。はい、ジンロー。ジンロー楽しいお酒知ってます？ジンロー楽しいお酒。お、昔やってましたね。いいですいい、いいですね、いいですね。これこれいい、これいいじゃんこれいいじゃん、ね、こんないいことある。え、これこれいいじゃんね。儲かるよ。再発見、リディスカバリーリディスカバリーリディスカバリーおお、ソーダスパークルさんよたまにメッセージくれるんだけど、なんかツイッター、ね、インスタでくれるんですよ。ソーダスパークルの会社さん、ね、くれるんですけど、うん、なんか最近 TikTok を、まあ、去年一昨年ぐらい始めて、綺麗、はいはい、な姉ちゃん使ってね、ほうほう、なんかフルーツ入れてプシュとか、あ、なんかちょっとやってんすよ、はいはい、全然これだよもう全然これだわ。あれ、これ参ったな。ちょっとあれだったね。だったら前割りして、あ、食そうだ、そんなの試してみてもよかったかもしれないね。もうウイスキーとかの設定とかなくなってるし。そうだね、サントリーのウイスキーとかいう設定始めたんですよね。全然ないわ。うめえ、うめえわ、うめえよ、ちゃんとうめえ参ったなこれ。何これ、なんか昔紅茶の炭酸あったじゃないですか。あったね昔ね。あれくっそ、あれは美味しくなかった。うん、酸味が際立っちゃって、はいはい、きつ、飲めたもんじゃないわってなったけど、うん、ウーロン茶でやると、うん、嫌な酸味ないよね。ない。え、これがいいのかな。ウーロン茶によるかもね、もしかしたらね。これだからってこと。これだからの可能性ない。もうちょっとほら濃いウーロン茶とかもあるじゃない。ある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 。それだとほら酸味とか苦味で過ぎちゃうみたいなあのかな。濃い方がうまいかな。もっとコク出るんじゃない。うわ、これ試すしかないじゃんこれめっちゃうまいよ。これうまい。ちゃんと作ってみる、ちょっとね。はい、でさあ、あ、いいじゃない。あ、いいね。30くらいね入ってますよ。はい、でもこう混ざってますよ。混ざってますから、ね、混ざってますけど、まあちょっと、はい、はい、あ、すいません。どうぞ。いただきます。めっちゃ香りがいいすっごい香りがいい。え、いや、え、香りいいね、うん、いい。なんだろうな、これ腹にたまらないビールみたいな。うんうんうん、これいいじゃん。いいよ。なんかこれなんで誰もやんなかった。これ居酒屋でやった方がいいよこれねえ、うん、なんでウーロン茶のソーダはないの。炭酸はそんなことはしねえか。紅茶の炭酸やるくらいだったらね。確かにね。でも緑茶の炭酸もないしね。あったっけ。あったっけな。なんか昔あったような気がしなくもないけど。コーヒー炭酸今年の頭去年くらいだったんですよね。やっぱでもそのまま飲んできたものが炭酸になるっていうのはちょっと抵抗があるのかね。これうまいな。でも確かにこれをこの量で炭酸でウーロン茶飲めって言ったら結構きついね。きついかもしれないから、ウーロンハイだね。そうだね、はい、お酒にして飲んじゃえば。そう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 、これ飲めちゃうよ。どんな食事にも合うよめっちゃめちゃ何にでも合うこんなあったら頼むよね。頼む、注文しちゃうよ。頼む頼む、うん、炭酸だから、うん、あのなんか適当な作り方しちゃって混ざっちゃうし。混ざっちゃうからね。
したら発泡してるから勝手に混ざるからね。そう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 、あのまずいわけわかんないことにはなんないじゃない。うん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 、めっちゃいいじゃん。すげえ、おすすめ。居酒屋やってる方、経営者さんね、もしくはチャンネルお店、そうソーダスパークルさん、そしてサントリーさん、うん、もうちょっとこうコラボでやった方がいいっす。あのザ・ウーロン茶あるじゃないですか。はいはい、黒いやつ、黒いやつ、うん、グレーのパッケージの、うん、はいはい、あれもサントリーっすよね。あ、そうかもね。確かに。あ、そうだそうだ、うん、そうですね、うん、結局サントリーでしょうね結局ちょっと分かんないですけど結局サントリーなんですかね。そうなんですかね、結局結局負けた気がすんねいや、めっちゃうまい。これはうまいよ。え、ネタにしようとか言ってやってましたけど全然いいじゃん。いいじゃん。なんかちゃんと取ればよかったと思って今ねえ、うん、衝撃、めちゃくちゃうまいよ。めっちゃうまい。あ、デカ人狼、うちにはね、田舎ですから、はい、たった一人ですけどウーロンハイが飲みたいっていうお客さんがたった一人いらっしゃいますから、その方のためにね用意してるわけですよ。人狼直送だってのもいいね。次頭痛くなるだろうな人狼って無ですよ直送だで、ね、こんなに減ること今までない撮影中にこの短期間の時間で、ねえ、うん、だって15分しか回してないですよ。そうだよね、うん、いつもだったらさ終わってからさ渋々飲んでたりするじゃん。うまいんだよね。いくらでも飲めるわ。なんかちょうどいい香りと酸味感というかさっぱり感、強炭酸ってわけじゃないよね。そうそうそう、微炭酸、微炭酸みたいな、うん、本当ビールの微炭酸みたいな、確かにそんなニュアンスなんで、うん、ごくごく飲めちゃうんですよね。そうだね、ビール好きにはもってこいかもしれない。キレもいいしね。唐揚げとか食いたいもん。食いたい食いたい、油もん食いたい。ねえ、ねえ、フライドポテトとか、あ、いいいいいい、ピザとかいいじゃん。いいで、枝豆もいけんじゃん。いける刺身でもいい。あ、いいね厚揚げ、あ、うまいね。いいね、いいよ。ほら居酒屋じゃん。完全に居酒屋だね。完璧ですよ。塩辛最高梅水晶、あー、いいいいよね。いい、エヒレもいいよ。いいねあれこれやばいんじゃない。やばいやばい、すごいの見っけたよ。いや感動してるわ。こんなことある、こんなことになるなんて。どうすんのこれマジでやった方がいいよね。もうなんか受賞もんですよこれ。受賞、ほんとほんと絶対やった方がいいよ。どうせなんか当時盛り上がったから炭酸メーカー買ったっしょ。みんな買ったね。買ったっしょ。買った買った買った。やってみて。確かにね、うん、そうですよ。今使ってないでしょ。どうせ埃かぶってんだから。埃かぶってる水をね炭酸にしてる場合じゃない。そうそう、ウーロン茶を炭酸にしろよ。これウーロン茶用よもうむしろ、うん、はあ、いや久しぶりにやったわソーダスパークル。そしたらこんな、うん、めちゃくちゃいいことになりましたよ。なんかリニューアルしてないですかね、ソーダスパークル。してます。もっともっとすごくなってる。ねデザインが変わったんだな確か。あ、うん、送ってきてくれないですね。だ最近やんねえからです。ソーダスパークルデザインは変わりましたって連絡だけど旧型なんだこれ。もう旧型です。新型でやったら違うのかな。やっぱ違うだろうね。違うだろうね。もっと美味しいんじゃね。そうだね、うん、新型いっぱい来るだろうねきっとね。来るかな、どうかな。ぜひやっていただきたい。本当真似して、真似していただきたい。本当真似して。うまいから。ソーダスパークルそんな高いもんじゃないし。確かにね、持ってない方ね、うん、このためだけに買ってもいいくらいマジでそのぐらい美味しいよ。そのぐらいうまいわ、うん、はい、というわけでウーロン茶、うん、ウーロン茶っす。食ソーダでしたが、はい、はい、ぜひ真似してみてください、うん、超おすすめ。やってみてください。めっちゃうまいから、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。